過去1ヶ月で8000点めちゃくちゃ売れてるじゃん、なんだこれ。どうも皆様こんばんは、セゴリダ3世でございます。さあ今日はですね、アマゾンサマーセール、それについて動画出していきたいと思います。アマゾンサマーセールはですね、僕が思うに多分スマイルセールなんですよ。昔で言うタイムセール祭りなんだと思う。多分ね、色を見るとですね、オレンジ色だから多分そうなんじゃないか。10日ぐらいあるからね。なのでスマイルセールだと思ってね、やっていきますんでよろしくお願いします。ということで、昨日もですねこちら出しまして、これはね X でバズってたんですよね。ペルチェソシのものがいいんだよみたいなものを見て、あ、なるほどと思ってその流れで買ったんで、黒が売り切れだとシルバーもなくって、あとホワイトしか残ってないみたいな感じでしたね。安いんで興味ある方買っていただいて、あと音でかいんで嫌だなと思った人は買わなくていいと思います。別に僕は何のつながりもないんでね。ということで、アマゾンサマーセールですね、いろいろ行っていきたいと思います。ぜひ動画最後までご覧ください。というわけで行っていきましょう。ということで、パソコン版で見ていきますけども、夏本番、家電、レジャー用品などのサマーセール開催中、昨日からですね、10日23時59分まで、先日までプライムデーやってたんで、もうセールやるんだっていうね、やっぱり小売店って半端ないなと思いますけども、昔あったらですね、サマーセールって微妙だなっていうふうに僕思ってたんですよ。暑さ寒さも彼岸までってよく言ったもんで、ずーっと雨ばっかり降って、なんか梅雨明けしないで気づいたら秋になっちゃったみたいな年もあるんだけど、最近はそんなことなくて、むしろ秋がなくてね、気づいたら冬になっちゃうっていうのが多いから、意外とこういうですね、夏物を買うっていうのはありかなっていう風には思ってますよ。家電レジャー用品との購入でポイント獲得キャンペーンですね。まあ、いわゆるポイントアップキャンペーン。そう、ポイントアップキャンペーン、俺こないだね失効しちゃってやらかしたね。マジでめちゃくちゃ買ってるのにポイントなくすって何なんだよっていうことなんで、確認できるようになってるんで、ぜひ皆さん見といてくださいね。特に月末は注意です。本当に月末はでも何かしら買っといた方がいいですよ。ということで、Amazon おすすめのお買い得商品が勢揃いっていうことでババンと出ておりまして、バイヤーおすすめお買い得商品、まずはデロンギのですね、コーヒーメーカーマグニフィカ S 7000円オフ。まあまあですかね。デロンギはね、もう何度も言ってますけど、5万円以上の中身全部一緒です。うちはプリマドンナっていうのを使っていますよ。入れ替わりいろんな人が来たりとかするから、まあそういう時にいちいちコーヒー入れるのめんどくさいからね、勝手にやってくださいねっていうことで置いてあるんだけど、これでもね十分ですよ。中身一緒だからね。要するにうまいコーヒーが飲めればいいだけの話なんで、こちらをねバンと使っていただくっていうのは一つありかなと。俺ねプリマドンナは本当にありがたいなと思ってて、3回ぐらいかな修理してますけど、お金かかってないんですよ。中のね部品がね割れるんだよね、長く使ってると。でそれがね2回か壊れたんで直してもらったんですけど、次の日には届いたりとかするからありがたいなっていう風には思ってますよ。これはまあプリマドンナだけなんだけどね。でも長期的に見るとですね、すぐその場で行けるし、まあカフェに行く手間とかって考えれば全然いいかなっていう風には思います。あとスイッチボードのロボット掃除機 S10、 これはね実はですね、スイッチボードさんが依頼されてて作る予定だったんですよ。なんだけどね、これって要するに水道から直接ですね水を供給できるっていうものなんですよ。それはそれは優れものなんだけど、うまくつけらんなかったんだよね。どうやってもできなくって、僕の家、シンくんの家、あと僕の実家、あとね3カ所ですよぐるぐる回っても全然ダメだったんで、無効規格だったんかな、謎だけど。これが良ければこれでもいいし、あとうちはねナーワルだね、ナーワルフレオを引き続き使ってんすけど、めちゃくちゃ気に入っていますよ。床はねもうとにかく綺麗だから、今ロボット掃除機の進化ってすごいからね、まあまあいろいろ探していただくとよろしいかなっていうふうに思います。シャープの衣類乾燥除湿機 12% オフ、すげえ売れてるじゃん。1ヶ月で5000点。まあそらそうか、こんだけジメジメしてるからな。もうすごいもんね。俺もこの間ディズニー行った時にさ、えぐいなと思ったん、湿気が。松本ですら結構ムシッとするんですよ。埼玉ね、僕は大宮にいたけど、大宮の時はもうえぐくてね、呼吸する息がね熱かったっていう記憶ありますけども、そういう除湿的なものだね、で使えるっていうのは非常にいいんじゃないかなっていう風には思います。あとはノンフライヤーだって、過去1ヶ月で2000点、なんかすごい売れてるなぁ。でもこういうのいいよね、揚げずにいけるからさ。揚げ物ってね、それこそ呼吸器疾患の人とかはですね結構揚げ物進めるんですよ。どうしてもね咳をずっとしてるとですね、ものすごい勢い体重が落ちていくんです、人間って。揚げ物食べましょうねみたいな感じもあるんだけれども、普通の人が揚げ物いっぱい食ってるとね、まあ心筋梗塞とか血管ドロドロになっていくリスクももちろんあるし、もうバンバン体太くなりますからね。なのでこういったノンフライヤー使うのは全然いいかなと思います。あと自宅でヒゲ脱毛できるやつ、すごい
いな、なんか1ヶ月で1000点とかなんだ。ヒゲ脱毛だけじゃないね、他のところでも脱毛できるってやつですね、が結構売れていますね。あとはアラジンの X2 プラス、アラジン人気だな。天井に貼っ付けるやつ、これは壁がね白かったらね、これ使って全然いいと思いますよ。あとは東京キャンプですね、焚き火台、これも人気ですね。2000点、あでもやっぱあれか、一時期に比べるとちょっと落ち着いたんだな。一時期はなんか1万点とか売れてる時があったから、やっぱキャンプブームって少しずつだけどやっぱ確実に終わったんだなっていう感じがしますね。ブームの後はスタンダードになりますからね、本当に好きな人だけ残るから、僕は全然いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。それと佐々木のぞみアンバサダー美顔器、へえ、1秒間で瞬間リフトアップ。いやー、こういうさ、本当かなっていうものでも美人な人がね立ってると良さそうに見えますよね。上がりますよっていう風になってる。本当か、上がるのか皮膚が本当かよ、買ってみるちょっと気になるねこういうのね。とにかくですね、まあ老けたくなくていろいろやってるじゃないですか、まあ、髪型どうなんだとかねいろいろコメントありますけど、なんでねこんなにやってるかっていうとね、ずっと見るでしょ、毎日見るでしょ、だからそのすごくね退化していく感じがすごく嫌で、ものすごい逆らってます僕は全面的になる。その系のものだったらねガンガン買っていこうかなっていう風に思ってますけど、いやなんか夏物製品っていう感じがなんかしないけどな、こういう美顔器とかはね。あ、それとヌームのですねオープンイヤーも安くなってますよ。ヌームはこの間ねヘッドホン出しましたけど衝撃だったな、あれは。あれが耳塞がない系で過去一すごいですね。いまいち干渉にたけないっていう人もねコメントであるんだけど、そうじゃなくてやっぱこれはね気持ち前目だね、前目にしてグッと耳当たるようにして、で有線とかだよね、で使った方がねやっぱ音の良さってよくわかると思うんで、そういう系でやった方がいいかなっていう風には思いますけどね。あと 3D プリンターだ、夏物でもなんでもないじゃんもうこの辺は結構特殊だからな、一回買おうかなと思ったことあるんだけど、何を作っていいかわかんなくってね。まあでも楽しいっていう人もいるからね、まあこういう系を買っても全然いいんじゃないかなという風にも思いますけどね。同志社の電動ふわふわトロ雪、何これ、4200円だって。過去1ヶ月で8000点、めちゃくちゃ売れてるじゃん、なんだこれ。削るだけで絶品スイーツ、本当？簡単にふわふわかき氷、絶品の食感です、だって。なんか子供とかやるときこれいいな、買ってみようかな。なんか家でさ楽しく、うちもね長女が毎日家にいて、うちは家で仕事してるからね、勉強も見ながらね家のことやったりとかするとわけわかんなくなって大変だから、こういうのあってもいいかもな、ちょ買ってみるかな、これ安いし。あとスイッチボットカーテン、これはですねうち使ってますけどマジいいね。うちねここにもねカーテンあって、撮影の前はバッて閉めるんですよ。色味がさ変わっちゃうじゃん、こうやって光が入るとね。でそれがすごく嫌でカーテンしてんすけど、開けたり閉めたり結構するんですよ。暗い部屋でずっと編集してるとね昼も夜も分かんなくなってね、気持ちがうつうつするから、こういうところにつけようかなってね最近ちょっと思ってるんでね、また買ってもいいかなって思ってます。これすごくおすすめ。朝夕のねカーテン開け閉めめんどくさい人、やっぱね日の光で起きるとね気持ちがグッと引き締まるからね。あとシャープのプラズマクラスター扇風機、過去1ヶ月で2000点、まあこういうオーソドックスなやつがねいいよねっていう感じがするよね。それとアイリスオーヤマの電気圧力鍋、へー、こういうのとか、あとゼンハイソーのヘッドホン HD599SE、 もう全く関係ないね、もう夏物でもなんでもない感じがするけど、やっぱタイムセールなんだろうな。あ、安い、ほぼ半額じゃん、 45% って、限定モデルで安いですよ。それとシャープの加熱水蒸気オーブンレンジ、うちもね家の中の家電をねちょいちょい変えてるんですよ。この間冷蔵庫変えて、食洗機でしょ、まあ冷蔵庫は今度動画出さなきゃなと思ってんだけど、オーブンレンジもねだいぶボロくなってきて、うちはもう本当に金がなくてですね大変だった時ですよね。仕事もうまくいかないと、人生のまあどん底のどん底の時にですね、嫁さんのお母さんがね買ってくれるはずがあって、結構ボロボロになってきたんですよ。だから最新のものももう10年以上前ですかに買ったやつだからね、そろそろ変えたいなと思ってるんでね。あとはハイセンスの冷蔵庫とか CX プラストゥルーワイヤレス、あ、これ1000点も売れて、やっぱ人気なんだな、こういうエントリーモデルってね。エントリーモデルっていうか廉価版だけどね、すごいいいじゃん。まあもうこれでも全然いい音するからね。あ、そうそう、この間さエアコン出したじゃないですか、かなりねいいんですよこれ本当に。この 0.5 度刻みでいけるのと、うちねこれも設置して相当長いんですよ。で毎回止めた後にもうクリーニングとかしてくれて、本当に嫌な匂いとかも全然しなくて快適なんだけど、うまく伝わらなかったなとっていう風に反省していてですね、カビ臭くない、まあしばらく使わないとわかんないけどね、まあでも今現在全然そういう毎日使って夜止
止めて、でもクリーニングして朝つけても、そのつけた瞬間の嫌な匂いって全然しないから、個人的にはすごい気に入っている。価格も安いしね。壊れやすいかどうかちょっとわかんないけど、まあ、引き続きね、いろんなところで警戒行ってきますよ。とりあえずは気に入ってるっていう感じですね。あとはアマゾンベーシックで行くとですね、トップページに出ていた椅子が特に安くなってないけどね。アマゾンベーシックの椅子、キャンプアウトドアのやつ、これすごい人気のやつなんですけど、これはね、僕がよく行くサウナにね、置いてあるですけど、普通に座り心地いいですよ。安いしね。バーッと洗えるっていう良さがあるから、まあ、こういう系狙っていただいてもいいかな。まあ、特にセールにはなってないですけどね。あとは金庫とか、メモ帳とかね。まあ、そういったものも安くなってるので、もう全然関係ないっす。要はサマー製品あんま関係ないですね。とりあえずはタイムセール祭りだと思っていただいて、楽しんでいただければいいんじゃないでしょうか。あと、エコーショー8買ったんですけど、まあ届かないんで、近日に出しますんでね、そちらを楽しみに。あとね、ちょっと近日中にお知らせがあります。ヒカキンさん並みじゃないですけど、あそこまで引っ張らないですけども、やりたいなと思ってたことですねが一つ叶いますので、それをお知らせしたいのと、あといろいろ動画もちょっと変えていこうと思ってるんで、そちらも楽しみに。埼玉の動画が面白いと思ったら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。